この動画は G 検定まとめ2024試験当日も使える要点整理試験対策カンペの解説動画です。G 検定のシラバス上のキーワードを解説します。本動画のスクリプトはリンクからご確認ください。よろしければチャンネル登録と高評価をお願いいたします。強化学習とは 強化学習とはエージェントが環境の中で自身が得る収益を最大化するために行動を選び、その行動が状態を変化させ、最終的にはエージェント自身が得る収益を最大化するような方策を獲得することを目指す学習手法である。環境と相互作用することで、エージェントは行動の選択や収益の最大化に役立つ情報を学習し、 その知識を活用してより良い結果を得ることができる。このアプローチは、自動制御やロボティクス、ゲーム理論などの分野で広く活用されており、多くの実用的な応用が存在する。バンディット・アルゴリズム。強化学習において将来の累積報酬を最大化する行動を選択する際に、 活用される手法である。行動の組み合わせが無数に存在するため、活用と探索という二つの考え方が重要となる。活用では、基地の情報をもとに報酬が最大となる行動を選択する。一方、探索では、未知の情報を得るために新たな行動を試みる。バンディットアルゴリズムは、この活用と探索のバランスをうまく取りながら、 エージェントが最適な行動を選択する能力を向上させることを目指す。強化学習においてはどちらも重要な要素であり、この活用と探索のバランスを取る手法の総称をバンディットアルゴリズムという。エプシロングリーディー方策や UCB 方策がある。エプシロングリーディー方策。 活用と探索のバランスを取るためのシンプルなアプローチである。この方策では、基本的に報酬が最大となる行動を選択することで活用を行う。しかし、確率エプシロンでランダムな行動を選択し、探索を実施する。エプシロングリーディー方策は、エージェントが基地の情報に基づいて最善の行動を選択する一方で、 一定の確率で新たな行動を試すことで未知の情報を獲得し、最適な行動の探索を促進する。この方法により、エージェントは経験を通じて最適な行動を見つけ出し、環境に適応して最終的な報酬を最大化することが可能となる。UCB 方策 報酬はの期待値が高い行動を選択する基本方針を持ちながら、試行回数が少ない行動を優先的に選ぶアプローチである。この方法では、探索と活用のバランスを考慮してアームの選択を行い、報酬の最大化を目指す。UCB 方策では、各行動の報酬の期待値と試行回数を考慮した評価値を計算し、評価値が最も高い行動を選択する。 思考回数が少ない行動は、評価値に大きな不確かさが含まれているため、これらの行動を優先的に選択することで探索を促進する。マルコフ決定過程モデル。マルコフ性とは確率論における確率過程が持つ特性の一種であり、環境に対して暗黙的にある過程を置くことで、 現在の状態から将来の状態に遷移する確率は、現在の状態にのみ依存し、それより過去のいかなる状態にも一切依存しない、という性質。強化学習において、状態遷移にマルコフ性を仮定したモデルをマルコフ決定仮定モデル言う。エージェントは環境と相互作用し、行動を選択し、報酬を受け取りながら学習を行う。 この過程でマルコフ決定過程モデルは状態行動報酬および状態遷移確率に関する情報を組み合わせてエージェントが環境の中で最適な方策を見つける手助けをする価値関数強化学習の目的は現在の状態から将来の累積報酬が最大となるような行動を。 選択していくことだが、実際に最適な方策を見つけ出すのは難しいため、最適な方策を直接求める代わりに状態や行動の価値を設定し、その価値が最大となるように学習をするアプローチの検討がされた。この価値を表す関数として状態価値関数、行動価値関数を導入する。 旧学習。エージェントが行動するたびに窮値を更新する学習法。2013年にディープマインド社はディープラーニングを組み合わせた DQN を発表した。その後、w DQN、デュエリングネットワーク、カテゴリカル DQN、レインボーなどが提案された。割引率。 評価学習の行動を選択する段階において、将来もらえると期待できる報酬の総和を見積もるため、即時報酬に乗算する値。この見積もりは即時報酬から割引かれて計算され、割引くための係数を割引率という。0から1の間の値を取る。割引率が高い場合、将来の報酬がより重視され。 逆に割引率が低い場合は即時報酬が重要視される。割引率を用いて将来得られる報酬の総和の見積もりが計算される。この見積もりは割引された報酬の和として表現され、エージェントはこの割引された報酬の和を最大化するような行動を選択することを目指す。方策購買。 方策をあるパラメーターで表される関数とし、累積報酬の期待値が最大となるように、そのパラメーターを学習することで、直接方策を学習していくアプローチを方策勾配法という。方策反復法の一つの手法であり、方策勾配定理に基づき実装される。ロボット制御など、特に行動の選択肢が大量にあるような課題で用いられる。 方策購買法の利点は、連続的な行動空間や大規模な行動空間においても適用可能であることで、これによりロボット制御や自動運転車のような実世界の問題に対処することができる。また、方策購買法は、適切な方策関数を選択することで、学習が効率的に進行し、最適な方策に収束する可能性が高まる。 リーンフォース。強化学習アルゴリズムの一つであり、自ら生成したサンプルを疑似的な教師データとして利用し、評価が高いサンプルに高い重みを与えて学習を行う方法である。このアルゴリズムは、方策購買法の一種であり、特にモンテカルロ法を用いた学習手法として知られている。アルファ語においても、リーンフォースアルゴリズムが活用された。リーンフォースの利点は、 学習過程で必要な計算量が少なく、実装が比較的簡単であることである。また、探索と利用のバランスを適切に調整しながら学習を進めることができるため、最適な方策に収束しやすくなる。欠点としては、サンプル効率が低いことが挙げられる。アクタークリティック。 価値関数ベースと方策購買ベースの考え方を組み合わせた手法であり、行動を決定する行動機と価値評価を行う評価機を用意し、両者を交互に更新しながら学習を進める方法である。アルゴリズムの名前は、これら行動機と評価機からなっていることに由来する。具体的な実装例としては、A2C や DDPG などが存在する。アクタークリティックの利点は、 行動機が直接方策を学習することで、連続的な行動空間に対応できる点である。また、評価機によって行動価値を評価し、方策の改善に利用することで、学習の安定性が向上し、収束速度も速くなる。A3C 非同期な学習と行動の相対的な価値を用いて学習を進めるアクタークリティックの応用手法である。A3C は DQN と比較して性能が高く CPU を用いた計算にも適しているとされる。A3C の主な特徴は複数のエージェントが非同期に学習を行い、それぞれが独立した環境で学習を進めることである。これにより探索範囲が広がり、 局所会に陥りにくくなる。また、非同期学習によって計算リソースを効率的に活用することができ、GPU を必要としない CPU でも高速な学習が可能となる。A3C の欠点としては、ハイパーパラメーターの調整が難しく、学習の効果に大きく影響することがある。 最後までご視聴いただき、ありがとうございました。よろしければ、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。